フェデリコ・デ・マドラーソ・イ・クンツは19世紀スペインの肖像画家である。新古典主義の画家ホセ・デ・マドラーソとポーランドの画家タデウシ・クンツェの娘イザベル・クンツ・バレンティーニの息子という芸術家の家に生まれた。兄弟に画家ルイス・デ・マドラーソ、美術評論家ペドロ・デ・マドラーソ、建築家フアン・デ・マドラーソがいる。また息子のリカルド・デ・マドラーソとライムンド・デ・マドラーソは画家となり、 娘セシリアは、画家、マリアヌ・フォルトゥーニと結婚した。ライムンドの息子フェデリコでマドラーソイオチョアも、また画家となった。マドラソ家は、スペインの最も重要な画家一族の一つであり、文字通り19世紀のスペイン画団を支配した。アトリエでのマドラーソ。マドラソは、最初に、父親から、絵画の手ほどきを受けた。その後、マドリードのアルベルト・リスタの格好と、 王立産フェルナンド美術アカデミーに学び、アカデミー在学中の1829年に制作した最初の絵画、キリストの復活がクリスティーナ女王によって購入されている。この時、マドラーソは14歳であった。さらに19歳の時の作品、スピキオの金欲が高い評価を受け、王立産フェルナンド美術アカデミーの巡回員となった。彼は父の友人である、 ドミニク・アングルに絵画を学ぶため1832年にパリを訪れフランツクサーバー・ビンター・ハルターに指示した。彼はテイラー男爵とアングルの肖像画を描き、1837年にはベルサイユ宮殿のためにエルサレムの王を宣言するゴドフロワド・ブイオンを描いた。パリでフランス的な方法とロマン主義的なスタイルを獲得したマドラーソはローマに2年間滞在した後、 スペインに帰国し、1842年以来、カタルーニャの巨匠、ホアキン・エスパルターに代表されるマドラーソと同様に、フランスやイタリアで学んだ芸術家たちに囲まれて、芸術的かつ教育的で激しい主題の作品を展開した。当時マドリードにいたマドラーソは、父ホセがスペイン国王フェルナンド7世の宮廷画家であったのと、同じように、 スペイン女王イザベル2世の宮廷画家だった。1846年にはレジオンドヌール勲章を授与され、1853年にアカデミー・でボザールの通信会員となり、その2年後に作品の一部がパリ・万国博覧会に出展された。さらに1873年、画家ユリウス・シュノル・フォン・カロルスフェルトの死去によって外国人会員となっている。 ビルチェス白爵夫人父ホセがプラド美術館のディレクターを辞任した3年後、マドラーソは父と同じ地位に任命され、1868年の9月革命で、それを失ったが、プラド美術館と王立サン・フェルナンド美術アカデミーをそれぞれ2度監督した。マドラーソは当時のいくつかの雑誌に記録用のエングレービングや素描で協力し、稀に絵画と 芸術全般に関するいくつかの理論的考察も発表した。マドラーソは特に貴族の世界と文化を象徴する、肖像画、女流作家キャロライナ、コロナド、出版編集者、マヌエル・リバデネイラ、女流作家ヘルトゥルディス・ゴメスでアベジャネーダ、詩人ラモンデ・カンポアモール、ビルチェス・伯爵夫人、エスペハ・公爵夫人、エバリスト・フェルナンデス・デ・サン・ミゲル将軍、マリアーノ・ホセデ・ラーラ、 およびいくつかの歴史画を描いた。これらのほとんどすべては彼の青年時代のものである。マドラソは偉大な名声を享受した時には、ほぼ完全に肖像画に専念した。フランスのレオン・ボナや、ジャン・レオン・ジェロームのような弟子もいた。彼の作品のハイライトは王立さん、フェルナンド・美術アカデミーのイザベル2・二世そして彼女の夫フランシスコ・デ・アシース・デ・ボルボーン。 首相ホ安ンブラボー無理ーリョ、スペイン共和国の最初の首相ニコラス・サルメロン及びラモンデ・カンポアモール、またはホセデ・エスプロンセダの肖像画である。画家の傑作のいくつかはプラド美術館で展示されており、とりわけビルチェス伯爵夫人の肖像画が有名である。ありがとうございます。